横浜市営バス滝頭営業所。横浜市営バス滝頭営業所は、横浜市磯北滝頭3丁目に所在する、横浜市交通局自動車本部の路線バス、営業所である。国道16号線沿いに位置し、最寄り駅は、根岸駅、最寄りバス停留所は滝頭及び自電保存館である。横浜市営バス路線の内市電の代替系統を中心に中区、南区、 磯国などを運行する路線を担当している。遠州鉄道の運行する高速バス、横浜 E ライナーの横浜側の待機場所となっている。横浜市電が廃止され、そのすべてを横浜市 A バスで代替することとなった1972年に、現在の磯子営業所の出張所として、市電滝頭車庫の跡地に開設されたのが、現在の東営業所の始まりである。 古くから資源の車庫として所在し横浜市交通局の本庁舎が置かれていた時期もある経緯から周辺には横浜資源保存館など交通局の関連施設が所在している。かつては横浜交通会館や職員住宅が営業所の近くに存在したが2010年9月頃から翌年の夏頃までに解体され現存しない。当営業所は 横浜市営バスで初めて通常の給油施設とは別に CNG 充填施設が設置された営業所でありまとまった数の CNG バスが導入運用されていたが2008年に浅間町営業所敷地内に東京ガスとの共同事業により一般個人事業者も利用可能な CNG 充填設備が完成したのを機に所属の全 CNG 車両が 朝間町営業所へと転属し、更新時期を迎えた当初対応施設は、使用を終了した。横浜市営バスの中でも古くから運行されている、系統の一つである、磯子滝頭ほどがや管区管便と、滝頭ほどがや横浜、藤棚管区管便の二つが主体の運行であり、現在は、磯子横浜の全区間を運行する便は存在しない。系統名称は、 天神橋線であるが、旅客案内ではほとんど使用されない。滝頭広明寺間では、細かいクランクカーブが続く京愛路を運行するが、交通不便地帯であり朝夕は、近隣学校の通学輸送も担うなど利用が多い。ため、運行便数は、毎時4本以上かつ、全便大型車での運行となっているのが特徴である。その他、朝夕には輸送力増強のため広明寺折り返しの、 区間便や通り町一丁目始発の滝頭、磯子方面行き区間便、磯子域発滝頭両区間便などの運行がある。第二次世界大戦前の1935年に、磯子広明時間での運行が開設され一年後には、ほどがやで延伸されているが、戦争中は路線統合で、日のほどがや間の運行とされた時期もあった。 小戸谷駅東口磯子駅間の運行となっており、1日82回の運行が行われていた。21系統は、市街中心部から白用、山本、根岸台地区を経て、根岸駅、滝頭営業所裏の市電保存館前まで至る、東営業所の主要系統である。旧横浜市電から転用された、麦田トンネルを通過した後柏場通り、 横浜駅根岸道路を経てを買い上がり、不動坂にて急坂を登高坂するなど、アップダウンの多い経路をたどる。系統名称は根岸大線であるが、旅客案内ではほとんど使用されない。ほぼ全便が桜木町駅市電保存館の当時運行であるが、朝夕ラッシュ時に数便のみ、根岸駅市電保存館の入宿小便が運行される。 麦田町市電保存管管は273系統、急行、触れ合いバスが並行して運行されている。かつては同じく、横浜駅根岸道路を運行する103系統と、同様に根岸台折り返し便が存在したが、現在は運行されていい。また古系統として地蔵坂を経由する55系統や、長者町1丁目経由の22系統が存在したが、いずれも廃止されている。 一時期は、自然保存館、根岸駅間を往復運行する雨の日臨時便が運行されていた。この雨の日臨時便は21系統として旅客案内されていたものの、書類上では333系統という別番号が付与されていた。統系統の桜木町駅山本町根岸台の運行は古く、市営バス開業時から、根岸線、桜木町駅地蔵、 坂上滝の上として開設されており、1932年8月5日に、市営バス路線で、系統番号が採用された際には、系統、とされた。また、現在の根岸森林公園に存在した、根岸競馬場への観戦客輸送でも、市営バスは、大活躍し、春秋2回の横浜競馬開催時には、鉄道商船との連絡運輸切符が設定、販売されたほか、 一般路線である、当時の5系統を一時運休して30代体制で、もっぱら、桜木町駅、競馬場間の輸送を行うありさまであったという。戦時下の路線休止を経て1950年には21系統として復活しているが、復活当初の経路は、現在の元町、麦田周りではなく後の旧、22系統に近い、経路であった。361系統は、 根岸駅市電保存館を21系統と同経路で運行した後78系統の経路に入り潮見台団地を経由、磯子駅で終着となる深夜バスである。21系統の小系統とされており、一部において東大系統と同経路を経由するが78系統の深夜バスとして機能している。102系統は横浜駅東口と滝頭館を 富士の浦船通り経由で結ぶ、幹線系統である。横浜市電7系統の代替路線であり、アップダウンのある、久保山付近や旧市街地を運行するため終日、利用は多い。一部便を、浅間町営業所が、臨時に担当する場合が、稀にある。324系統は、戸部駅横浜駅間などを、通過運行する102系統の急行便であり、平日朝に、 数便運行される。深夜バスの書類上の系統番号は378系統とされている。68系統は、横浜駅西口台にターミナルを発着し、終わり橋で東海道線や総鉄線をまたいだ後102系統と、同経路を運行する系統であり、終日1時間に1から2便程度運行される。2007年の路線再編では、 廃止対象路線となったが、運行経費の一部を横浜市の一般会計から繰り出す暫定運行措置対象路線になり、運行が維持され、対象路線としての運行が2年を経過した2009年からは、初営業路線に戻っている。2011年12月29日より、天神橋千歳橋間において、158、系統同様に六見橋を経営する経路に変更され、 合わせて、各系統の小系統記号も A から B へと変更された。なお、並行する京急バス110系統については従来と同様の経路で運行。78系統は JR 根岸線磯子駅と根岸駅間を塩見台ストア前、岡村町経由で結ぶ系統である。高低差のある塩見台地域や岡村地域などの 鉄道駅から離れた住宅街を運行しており、磯子側、根岸側の双方で通勤通学客や買い物客の利用が多い。375系統は70系統、78系統の深夜バスである。磯子駅から運行され、潮見台団地内の循環が取り留めとなった根岸駅からの運行で、あ361系統の廃止区間を保管する、経路を取る。 ほどがや営業所との共同運行路線である。詳しくは、横浜市営バスほどがや営業所、101系統の項を参照されたい。103系統は、横浜駅東口と、根岸市大館を、横浜駅根岸市道路経由で運行する、幹線系統である。横浜市電3系統の代替路線であり、アップダウンのある、野毛地区、根岸地区や旧市街地を貫いて運行しているた。 終日運行便数、利用が多い。一部の出入庫便は、本目車庫、根岸駅まで足を伸ばす。深夜バスの書類上の系統番号は366、系統である。市電時代の名残から、開設以後長らく、鶴見営業所が所管しており、副所管が、磯子営業所、1972年より、本目営業所と変遷した後に2007年からは、当営業所と、 鶴見営業所の共管、翌2008年からは、東営業所と本目営業所の共管系統として運行されている。滝頭営業所所管系統で唯一港南区に乗り入れる路線である。78系統の根岸側と64系統の上、大岡川をつなげた運行経路をとっており、上大岡川では64系統と同様に往復で異なる経路を運行する。 平日は、終日1時間に1から2便程度を、土曜、休日は日中のみの運行であるが、前日の両系統と、同じく交通不便地帯を縫うように運行しており、根岸側、上大岡側双方で利用が多いため営業終始は、黒字出る。上、大岡駅、バスロータリーが整備される以前は上大岡より、先の港内区総合庁舎まで運行し付近の一方、 通行路を使用して折り返していた。1994年には、本目市民プール利用客の便宜を図り、根岸駅本目市民公園館をノンストップで延伸運行したことがある。横浜市立脳血管医療センター、現、脳卒中、神経脊椎センターの開業と同時に開設された小型バスで運行される循環系統である。平日の最終便は、 自然保存館前止まりとされている。脳卒中、神経脊椎センター丸山町公園館は、急坂とカーブが続く経路を運行するため降雪時には、脳卒中、神経脊椎センターで折り返し運転する場合ある。病院へのアクセス路線のため開設当初から、バリアフリー対策としてリフト付け車両が運用されており、現在では、ノンステップバスを中心に運用されている。 桜木町駅と滝頭の間を横浜市電が運行していた旧市街地を経由して運行する系統である。市電代替路線として滝頭が起点の循環運行をしていた76.98系統と休日運行の100円バス、日の出町駅ルートほぼ同経路を平日に運行していた145系統を再編することにより開設された。 現在は両系統ともに1時間に2便程度の運行であり、156系統は、土休日は全便が滝頭桜木町駅間の運行とされている。雨天時の平日朝には158系統の臨時増発便が運行されており、この雨の日臨時便は、旅客案内上は158系統であり、同一経路の区間運行でありながら、書類上では333系統という、 別番号が付与されている。高低差が大きい横浜市営地下鉄、広脇寺駅前と神奈川県立外語短大敷地周辺を結ぶ路線。広脇寺駅から外語短大付近を循環する循環便と密が、岡中央発着便が運行されており、全便、小型バスで運行される。広脇寺では通り上の周辺道路を迂回して折り返す。土曜。 休日のみ運行する横浜駅と赤レンガ倉庫間のアクセス路線であり、蒸気停留所のみに停車する休行運行を行っている。交通局の地域貢献策として2009年、平成21年12月に施行が開始されたコミュニティバス的性格を持つ特殊路線である。支電保存館、根岸駅、麦田町間を21系統と同一経路で運行し、 本目通りを経た後見晴らしトンネル経由の富士エクスプレス134系統と異なり、小港周りで港、赤十字病院へ至る経路を取る。曜日にかかわらず、日中2便のみの運行とされている。旅客案内で使用される、触れ合いバスの故障のほか、書類上では273系統という、系統番号が付番されている。解説当初は、山本町一丁目から、港、 赤十字病院間を通過する急行運行であった。南区役所の浦船町への移転に伴い、新設された、一年間の実証運行路線である。南長田団地別所中里大館は、神奈川中央交通の既存バス停を使用する。この府市では便宜上、かつて、港未来地区を運行した各営業所所管系統の路線発展経緯についても記述する。 港未来21地区では2000年代以降、運賃100円で利用ができる港未来100円バスが運行されていた。土曜日、日曜日、祝日、振替休日と、夏休み、冬休み、春休み期間中の平日のみ運行され、当系統の運行がない平日は、一般系統である156系統パシフィコ、横浜発着便が運行されることにより、保管されていた。 この100円バスは開設以来、MM21 町づくり協議会、他地元13団体の経費補助により運行が維持されてきたが、横浜高速鉄道港未来線や、新たなる観光周遊バス赤い靴の開設など、交通の変遷に伴い運行は縮小していき、2015年をもって全路線が廃止された。急バス系統は、現在も運行を継続しており、 また、横浜市営バスも2011年に横浜駅と赤レンガ倉庫を途中停留所無停車結ぶ270系統を一般系統として再び開設している。在籍車両の大半は一般路線用の大型短弱車である。当営業所には2012年度に BD 回線用給油施設が設置されており、大型短弱車の一部が試験的に BD 開始用車両として運用されている。その他、135.219系統に用いられる、日野自動車製の小型車が在籍する。現在中型車の在籍はない。横浜市 A バスでは2004年の入札制度、導入まで、各営業所ごとに導入車両メーカーの指定があり、滝頭営業所は、日産ディーゼル、と、トラックス車の配置が慣例となっていた。 1996年度から2008年度にかけて、当営業所では CNG 充填施設が運用されており、それに伴い申請、配置されていた CNG バスも大半が土製の車両で、当初はイスズキュービック CNG ノンステップ配置されていたが、後に広北営業所へと転出している。入札制度導入以後の申請配置や、新たに、 CNG 重点施設の運用が開始された浅間城営業所との大規模な車両店配置を経て、現在は道中心に日野自動車、伊須津自動車、三菱不走の全4メーカー製の車両が在籍している。1994年度までに当営業所に配置された大型短尺車には、横浜市営バスで最後まで通販運行が維持されていた10.93系統の 運行に対応し中扉後方に車掌台が設置される仕様のものがあり特徴であった。この仕様の車両はすでに全車が廃車されており現存しない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。